Welcome to Gundam Online. どうも、シルビです。今回は、そう、百式ですね。銀を持っていたので、思い切って強化いたしました。せっかくなんで、これで使ってもいいかな。てか、もったいない精神で使えないみたいなね。相変わらず。で、強襲4機にしております。最近、銃撃が、連邦側は、銃撃ほとんどスターク銃眼をはじめ、まあ、銃撃ずっと使っていたんですけれども、まあ、百式を作ったことによって、この強タンも来たんでね。強タン来たのは生放送参照です。ちょっと招待撃が、今回のミッションに勝利するとデッキ特が、別報あ、酬イがベン支給されまデす。リが起こったんですよ。そこで、まあ、協力していた必だ要いとて、する生機放送体しをたんです選んけでど、くださもう、い。その最後に、取りました。出撃する地点を選んでください。さあ、どうしようかな。Z 行く。そうですね。まあ、ここはささっと終わってしまう。多分、百式2機目は来ないだろうという印象があるんですけども、どうでしょうね。そういうわけでこっちで行こうか。じゃあ。出撃する機体を選んでください。百式2機目に至るまで試合が長引かない。まあ、ここは割となんか、大逆転要素もあって面白かったですね。ただ、中央の拠点がなくなってしまうと、かなり厳しくなるんですね。まあ、だから、なんでそうなるのかっていうと、攻撃、ああ、補給艦でしょうね、ここは逆転要素があるっていうのは、補給艦が非常にいいポイントに前線出てくるので、やっぱそういうのってあ大事なのかな、膠着を食べるにはありなのかな、敵は前だけとは限りませんよ。まだだ、という気がしまだ打ち拠点を占領しました。かすっただけだよ。体力は多いんですけども、すべての補給を拾うんで。なかなかですね。体力は高いんですが、球種の中では圧倒的に高いんですけど、まあそういった理由で。ね、なかなかね。あいつを潰したいな。それよりも潰さなければいけないのがいたんで。レーダーはダメになったか。でも目視で十分さ。なんで今攻撃出なかった。割とね、撃開始した直後ね、なんか出なかったりするんですよ。連打してても変なバグ持ってますね。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。こっちやな。行くよ。冷めるな。よし。やっぱこっちでしたね。連邦の兵にしておくにはもったいないやつだ。出撃する機体行こう。出撃する地点を銀です。金、百式だけど金ピカだけど銀です。シャレ。これでお別れだね。おお。退避します。援護する仲間がいないと。ま、危ない。運が悪かったってことだね。悪くいいんだけどね。敵は残らず。すまないね。敵本拠点はもう機能してないぜ。お、壊してる。最高や。B は割れたな、あれは。グレポイで食らってる。ここあるかな。手伝わせてください。あった。やったぞ。出るモグラは撃たれるんですよ。A が生き残ってるからね。てあのジオン軍はこれ非常にきつい。最初に行きましたけど、中央拠点がなくなったパターンは非常にきついですから。まあ、ビーコンが大外回ってくるかっていう感じですね。
B を壊れました。で今度は今度こっちは Y を狙うっていう焦点は Y、 相手は A を狙うっていう焦点で、お互い違う本拠地を狙うっていう感じになりますね。まあ、百式はどうしてもね、このガーベラと一緒でヒットアンドアウェイ機体なんで、結構違います。アグレッシブに行きたいんですけど、なかなか敵地戦はすげえ、まあガーベラと一緒に強いですね。敵地戦をね、あ、やべ、あれバレるからこっちも行かないと、やばいよ。レーダーはダメになったか。もう行くしかない。でも目視で十分さ。最悪や。今 Y 壊したらワンチャン。もう待ちすぎたから。わ、壊せる。よっしゃ、来た。殴り合いすぎるでしょ。殴り合いですね、完全な。またありやがった。おい、地雷だらけなんだけど。壊した、いや壊したと思ったらまだ先に。地雷だらけでございます。ちょっと今だ、俺が切って終わらせるって感じでした。ここはねそういう感じで、非常に。戦場のなんて急に飛んでいて面白いですね。膠着しづらいですからね。まあ、ただ一方、まあ、だけど逆転要素もあるし、補給感もあるからね。他マップに比べると、まあ、評判もそこそこいいようです。アンケートしたんですけども、割と上位にいました。はい、まあ、ここで砲兵戦やったら楽しいだろうなとか内心思ってたりはするんですけども、まあそれはそれ、ね、中央の迷路状態のところでなんかコンクエバトルフィールドみたいなモードもやりたいなと思っていたりはするんですけど、まあそれはそれです。そんな感じでございました。今回ここまで百式デビューかな、あなたがいなければ。そんな感じでございました。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。